皆さんこんにちは。今日はですね、気分転換で外で撮影することにしました。理由はですね、最近一つの皆さんからのコメントをいただきました。その部屋の中で撮影することは多くて、なんかみんな飽きちゃったみたいで、だから今日はですね、ちょっと外で撮影してみて、皆さんにハノイ市内の背景とか風景とか見せていきたいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。今日は私たち1年結婚記念日です。イエーイ。本当は今日旅行に行きたかったんですけど、ちょっとコロナの影響でどこにも行けないですね。だからそのハノイの中、ハノイ市内あちこち行ったり写真を撮ったりするだけです。あとでその一番美味しい食べ物を食べるだけです。本当に残念ですけど、今年は今年は日本へ行く計画だったんですけど、まあみんな知ってるんですね、コロナの影響で今外国どこにも出国できないです。国内も危ないんですけど、ハノイないですね。あちこち遊びに行ったりするだけです。これから写真を撮ります。今日は結婚記念日なんですけど、どこにも行かないで今イオンに来ています。飲みに行こう。何を飲みたいですか？金柑ジュース。いつも金柑ジュース。金柑ジュース大好き。大好き金柑ジュース。もうすぐ九州祭り。これは本当に美味しいです。この椅子は結構高いから頭が切られている。まあイオンモールは前は忙しくない時はだいたい週1回ぐらい週末に来るんですね。なんでここに来るかというと、そのたこ焼きを売ってます。地から家まで近いのでこっちが食べやすい。たこ焼きが大好き。なんかユニクロの看板も見えたので、おそらくここにユニクロ大南港店かなできると思いますね。いや、イオンモールの食べ物はもう飽きちゃったので、もう何も食べないで帰ります。さっきは飲んだだけ。食べ物はまた別の場所にします。こっちでもう ほとんどは食べましたので、もう飽きちゃいました。うわ、ひどいな。あれ、バイクはどこに置いたっけ。あ、そこだ。はい、バイク見つかりました。では帰ります。ラーメン食べに行きます。着きました。ラーメンを食べに行きました。このお店のラーメンはみーおいしい。みーおいしいです。まああんまり変わらないですよ。味噌ラーメン、醤油ラーメンで、今日僕はセット頼みました。まず、醤油ラーメンと、フライドチキン、唐揚げと、アイスティー3つで12万ドルです。つけ麺先に行きました。来ました。美味しそう。唐揚げと醤油ラーメン。じゃあネギ、ネギ抜き。
うん、まあまあで、これはつけ麺です。つけ麺美味しいよ。うん、ありがとうございました。ありがとうございます。わあ、食った食った、美味しかった。帰りましょう。はい、では結婚記念日、今日はこれで終わります。これから帰ります。明日からまた夫婦の生活頑張りますので、また皆さん応援してください。